火曜日は経済です。長崎県立大学教授エコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。新型コロナウイルスの感染拡大、九州はやっぱりアジアの玄関口ですから影響が出ていますけれども、大きいですよね。どうですか現在は。まあ、観光産業はもちろんなんですけれども、生産活動にも影を落とし始めていると。はい。まあ、特に裾野が広い自動車産業ですけれども、サプライチェーンが寸断したっていうのでやっぱり打撃が大きいんですよね。で、この新型コロナウイルスの影響を見る前に、そのウイルスの影響前がどうだったかっていうのを、はい、昨年1年間の統計がほぼ出揃ってきましたので振り返っておきたいんですが、いや、今日現在の景気は誰がどう考えても後退局面に入っているっていう感じなんですけれども、はい、昨年の指標を見るとやっぱりおととしの年末あたりがピークだったんじゃないかなっていうのが分かるんですね。まず九州経済産業局が生産活動全般の水準を示す指標で鉱工業生産指数っていうのを発表してるんですけれども、この生産水準が6年ぶりに前年を下回ったと。で、半導体の生産は2年連続で前年割れで、塑鋼とかセメントといった素材の生産も前年割れですね。軒並みですね。製造業で元気なのは自動車生産だけ一本足打法みたいな感じですね。それ以外だと住宅着工戸数も公共工事も前年割れ、輸出も輸入も前年割れで、1月の貿易統計っていうのがすでに発表されてるんですけど、1月中国向けはプラスなんですよ。はい。だからまだ新型コロナウイルスの影響は現れていないんですね、1月時点の輸出には。ただこれからは間違いなくありますね。で、百貨店やスーパーの既存店の売り上げも前年割れ、乗用車の新車販売も昨年は前年割れで、雇用情勢だけは人手不足で大変だぞっていうことなんですけれども、水準は高いながらも昨年1年間の有効求人倍率っていうのは10年ぶりに前年を下回るっていう。何かこう話を聞いてるとどんどんこう背中が丸くなってきて、視線が下に行ってしまうんですけど。なりますね。ボンってなっちゃいますね。前年よりプラスになっているのが倒産件数と物価だけっていう、シャレにならない状況にあるんですけど、上がってほしくないそこは。ですから九州経済の体力が衰えて、自動車生産一本で持っていたところに今回の新型コロナウイルス感染拡大っていうのがこう泣き面に蜂のように襲ってきているっていう、ね、やっぱ中国頼みな部分もね、そうですよね。大きいですからね。その自動車産業に新型コロナウイルスが与える影響ですけれども、まず押さえておかなきゃいけないのは、自動車部品も含む自動車製造業っていうのは九州全体で4兆円産業に成長していて、はい、食料品とか半導体の生産金額より大きくて、九州最大の産業にまで今はもう成長しているっていうことなんですね。で、その自動車という完成品の輸出先第1位はずっとアメリカだったんですけれども、2018年以降の輸出先1位は中国に変わってるんですよ。はい。で、中国市場で強い日本メーカーっていうのは伝統的に日産とホンダが強くて、トヨタは弱かったんですよね。ところが2年前からトヨタが中国市場に急に力を入れ始めて、九州で作られている、福岡県内で作られているレクサスブランドの輸出が急拡大して、結果九州からの輸出先第1位がアメリカから中国に変わってるんですね。富裕層向けの輸出が増えたということですよね。ということですよね。で、そのカーアイランド九州の輸出先1位の中国の自動車販売市場っていうのは2年連続で前年割れしているところに今回の新型コロナウイルス感染ですから、新車購入どころじゃなくなってしまったので打撃が大きいわけですね。で、この自動車絡みでいうと、自動車っていうのは裾野が広くて部品点数が3万点とか5万点とかですね、ガソリンエンジンの場合はハイブリッドなんかも言われてるんですけれども、自動車部品の輸入元第1位は今も昔も中国なんですよ。はい。で、中国の自動車部品工場の一大集積地が武漢市っていうんですね。
そこが稼働停止なので部品が入ってこないと、部品が届かないので在庫をやりくりして組み立てて中国に輸出しても売れないっていうですね、非常に厳しい状況ですね。だから九州というのはアジア度が高いって昔から言われてるんですけれども、はい、アジア度が高いというのは実は韓国度が高いのと中国度が高いということで、ASEAN 東南アジア諸国連合 ASEAN 諸国にまで広がりを見せてないんですよね。結局は中国と韓国ってことなんですね。そうです。そこで九州の ASEAN 度っていうのを調べてみると、はい、全国にやっぱり負けていて、輸入額に占める ASEAN の割合が 1% ポイント九州が低かったり、輸出額に占める ASEAN の割合っていうのも九州は 2% ポイント全国より低かったりですね、観光の面でもインバウンドに占める ASEAN の割合って全国は 12% なんですよ。インバウンドに占める ASEAN からのお客さん 12% なのに、はい、九州は 4% なんですよ。九州はね、アジア近いっていうイメージですけどね。そうですね。だから九州の経済構造が韓国と中国に依存しすぎてきた負の側面っていうのが、日韓関係の悪化と新型コロナウイルス感染問題で一気に露呈しているのが今の状況。現在こう見通しが立っていない中で、その東南アジアの方に切り替えるっていうような、そういったこともあるんですか？急にはできないですよね。そうですね。物流関係ってそう簡単にいかないっていう、新しく取引始めるっていうのは大変なことですから、で今月29日まであるんですよね、ウルード市で、はい、ウルード市っていうのは30日分の1日分経済活動は活発になるはずなんですよ、3% ぐらいいろんな指標は上向いて当たり前なんですけれども、それをあっさり打ち消してマイナスになるっていう状況が今続いてる状況ですから、ここちょっと正念場でですね、いつまで続くのかっていう問題もあるんですけれども、次の準備ですね、サプライチェーン再構築を組むための準備をしつつ、中国と韓国に依存しすぎの取引構造をやっぱりちょっと見直していくっていうですね、それを同時にこう進める必要があるんじゃないかなっていう感じですね。ただそこの舵取りは難しそうですね。できるかどうか、やっぱり商社さんとかいろんなところも組んでですね、一緒にやっていかないと、親会社東京本社の方がこう動いたからって言って、下請けの方も簡単に動くというわけにいかないのでですね、大きいところは M&A でドーンと行くんでしょうけれども、こっちにはそれだけの資金力もないっていうことになってくると厳しいと思いますね。かなりこう経済活動についてはね、まあ改善の見通しが立っていない中で、鳥丸さん、ちょっとこう我々も注視していかなければいけませんね。ここしばらくはちょっと緊張状態が続くと思いますね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。エコノミストの鳥丸聡さんでした。